アウクスブルクの和議ルター派の信仰の自由を認めたがどの宗教を信仰するかは領主や各都市の資産次会に委ねられたこれによって神聖ローマ皇帝カール5世が召集したルター派を異端とするボルムス帝国議会での決定は効力を失ったウェストファリア条約 1, 1アウクスブルクの和議が再確認され、新京都の信仰を認めるとともに、カルヴァン派の信仰も認められた。2各両方が主権と外交権を認められた。これにて神聖ローマ帝国は実質的に解体した。3フランスがドイツからアルザス地方の大部分などを獲得した。4オランダとスイスの独立を承認した。 5スウェーデンは北ドイツのポンメルンなどを獲得した。6新政ローマ皇帝は法律制定や戦争の際に帝国議会の承認を得なければならなくなった。アーヘンの和訳。1各国はオーストリアのマリア・テレジアの家督相続を認めた。プラグマティッシェ・ザンクティオンの承認。2オーストリアはプロイセンにシュレジエン地方を割譲した。ネルチンスク条約。ロシアと真の国境を外港アン安寧、スタノボイ山脈とアルグン川・国黒竜港上流とした。 カルロビッツ条約オスマン帝国がオーストリアやポーランド、ベネチアと結んだ条約でオスマン帝国はハンガリー、トランシルバニアの大半の領土を失った。これはオスマン帝国史上初めての領土割譲だった。ユトトレヒト条約 1>, 1、フランスとスペインが永遠に合同しない条件でフェリペ5世のスペイン王位継承を承認した。2、イギリスがスペインからジブラルタル・ミノルカ島を獲得した。3、イギリスがフランスからニューファンドランド、アカディア・ノバスコシア・ハドソン湾地方を獲得した。4、プロイセン公国が王号を認められた。5、サボイア公国がシチリア王国を獲得した。パリ条約。 1. 1イギリスがフランスからカナダとミシシッピー島のルイジアナを獲得した。2. イギリスがスペインからフロリダを獲得。占領したキューバをスペインに返還した。3. スペインがフランスからミシシッピー勢のルイジアナを獲得した。4. インドにおいてはシャンデルナゴルとポンディシェリ以外の全地域でのフランスに対するイギリスの優位を認めた。5七年戦争で一時フランスに占領されたミノルカ島やアフリカのセネガル、西インド諸島のグレナダ、トバゴなどをイギリスがフランスから獲得した。 パリ条約1アメリカ合衆国の独立承認、領土確認2イギリスがアメリカにミシシッピー島のルイジアナを割譲したパリ条約この条約の大きな目的はロシアの南下政策を止めることだった内容はオスマン帝国の領土尊重、ボスフォラス、ダーダネルス海峡の閉鎖国会の中立化の確認など南京条約 全部で13項目からなる重要な内容は1アモイ・ニンポウ・シャンハイ・フク広州,州を開港した2シンは香港島をイギリスに永遠に割上した3広州における特権承認の古本を廃止した後に古文祭追加条約という不平等条約も締結された天津条約1外国公使の北京駐在を認めた2キリスト教の布教を認めた3開港する場所の追加4賠償金北京条約 1>, 1、天津条約の実施。2、天津の開港。3、清朝の海外移住禁止政策を撤廃し、移民を認めた。4、イギリスへ急流半島の南部を割譲した。海軍条約。1、シンが国流港アムール川左岸をロシアが領有することを認めた。2、廉海州ウスリー川伊東をロシアとシンの両国管理とした。北京条約。1、海軍条約の内容を確認した。2、海軍条約で共同管理となった地域をロシアが領有した。 サンステファノ条約1セルビア、モンテネグロ、ルーマニアがオスマン帝国から独立した2ブルガリア公国がオスマン帝国の総主権のもとで自治公国になった3アルメニア、ドブロジャ、ベッサラビアアルダハンなどをロシアが獲得したベルリン条約 1>, 1、セルビア、モンテネグロ、ルーマニアの独立とそれぞれの領土の拡張。2、ブルガリアの領土が3分の1ほどにされた。3、ロシアはベッサラビアをルーマニアから獲得した。4、オーストリアはボスニア・ヘルツェゴビナの統治権を獲得した。5、フランスのチュニス進出を承認した。6、イギリスはオスマン帝国からキプロス島統治を認められた。こうしてサン・ステファノ条約においてロシアが手に入れた領土は大幅に削減され、オスマン帝国も多くの領土を失った。下関条約 1, 1朝鮮の独立の承認2シンが両島半島台湾・宝庫諸島を日本へ割譲する32億テールの賠償金カイロ宣言1日本が満州台湾・宝庫諸島を中国に返還すること2日本が1914年以降に獲得したすべての太平洋上の島初を放棄すること3朝鮮を適当な時期に独立させることテヘラン会談の合意 1>, 1、米英ソの対戦への決意。2、ドイツとの長引く戦闘に苦戦していたソ連が連合国の半減実施を要請した第二戦線問題についての合意。3、二での合意に対してソ連も対日参戦を約束した。4、ポーランドの国境をどうするかの問題も討議されたが結論は持ち越しになった。カサブランカ会談、北アフリカ戦線において次の作戦目標をシチリア島に決定した。ヤルタ会談。 1, 1ドイツの戦後処理について米英不粗で4分割することを決定2ダンバートンオークス会議で持ち越しになった拒否権問題をソ連の意向に沿って進めると決定した3イギリスとソ連が対立したポーランド問題はアメリカの仲介で自由な選挙を行うことで同意した4国際連合の設立と1945年4月にサンフランシスコで国際会議を実施することを決めた5ドイツ降伏から3ヶ月以内にソ連が対日参戦することを決めた 条件は、樺太、千島列島、旅順のそし権、大連に関する優越権、南満州鉄道と中東鉄道経営への参加権をソ連に認めることなどの秘密条項だった。